皆さんこんにちは、大堀123でございます。夏がもう迫ってきている今日この頃、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。今日もですね、アコギの進めをまったり進めていきたいと思うんでございますが、さあ今回のテーマはですね、皆さんもひょっとしたらこう共感してくださるところがあるんじゃないかと思うんですけれども、アコギのあるある話やっていきたいと思うんでございます。僕自身はいつも思うことではあるんですけども、アコースティックギターを弾くという中でですね、一番ビクビクすることってどういう時かっていうのをですね、考えた時にチューニングをする時が一番怖いんじゃないかと思うんでございます。なんでか、やっぱり弦ってアコギの中では一番の消耗品だと思うんですよね。今こうチューニングやってるだけでもすごい、今も僕すごいビクビクしちゃってるんですけど、どんなにこうちゃんとした張り方をしていてもね、外気であるとか汗であるとかでどうしても摩耗してしまうということは間違いないです。僕が張ってるこのエリキサーの弦でさえも、まあ確かにその耐久性すごいんですけれど、引き込んでいくとコーティングが剥がれたりなんかしてどんどん摩耗していきます。でそういう中で1弦2弦3弦あたりは特に細くて切りやすいから、チューニングをしている時にパーンって切れることもですね、まあ結構あるわけですよ。パーンって飛んだ時に手に当たったりもするし、チューニングって必ず当たり前ですけどやらなければならないことであるとはいえ、いつ切れるんだろうっていうまた怖さもあるし、切れちゃった時のこのもうびっくりする感じっていうのは、もう僕もそれなりにギターを長いこと弾いていますけれども、いまだにトラウマです。ペグをこう回した時に弾いてる右手をどうしてもこんな風に本能的に離してしまうというか、おお怖い怖い。いつも使ってるメインの J45 君の弦は切れることなくですね、無事にチューニングは完了しそうなんですけれども、無事にちゃんとですねチューニングができたわけですけれども、今日はそれだけでもホッとしておりますね。一番よく弾いてるギターで無事弦が切れずにチューニングがちゃんとあった時に一番実はホッとするんですよ。まあ何度も言うにチューニングからスタートですから、平均台を渡るような感じで慎重になってしまいますね。チューニング自体が合わないとやっぱりギターって綺麗な音が出せないからってこともあるんですけど、それもありますけれども、やっぱり弦が切れるっていう心配がすごく怖くてね、こう小さな恐怖感みたいなものがあるような気がしますよね。さあそういうことで今日はアコギのあるあるの話ということで、やらせていただいたんですけど、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ということで、今日もですね、まあ、チューニングバッチリありましたので、これからですねちゃんとですねギターをですね、ちょこ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 弾こうかなと思います。また次回の動画でお会いしたいと思います。大堀123でした。それではさよなら。